Thank you.
常に皆様方には、この神町公園神楽を、ご協力いただきまして誠にありがとうございました。今回は、9月の21日に仙台の宝塔台公園の町劇に続いて、今回行うわけでございます。少しやっぱり練習不足の点も多少ございます。それは仕事の関係上致し方ないことだと思っておりますけども、全力を尽くして、行うということでご了解をいただきたい、こういうふうに思います。今回は旅館蔵を一つメインに取り上げております。ですから、旅館蔵は墓地から湯田で行います。そういった本格的な旅館蔵を5時以降に行いたいと、こういうふうに思っております。昼神楽につきましては特に、子どもたちあるいは面白いおかしいといえば語弊ありますけれども、できるだけその物語性の、ある面白いお神楽を用意しておきました。夜についてはまた新しい神楽、約50年ぶりに復活したお神楽とか、あるいは30年、ぶりのお神楽とか、そういうものを用意しております。どうぞですね、最後までごゆっくりご覧いただきますようお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは初めに行うお神楽をご紹介いたします。これは漆器前の一つでございまして、必ず昼間のうちに一番初めに行われるお神楽でもございます。しゅわと申します。今日はですね、中学校の2年生の、及川新君が、舞う予定でございます。新君は、小学校4年生から、総合学習の時間のきっかけがございまして、それ以降にこの神楽を本格的に習いたいということで今日まで参っています。中学校4年生ですからちょうど4年目です。私たちの神楽も実は5年計画でなんとかしようというような考え方でございますけれども、あらゆるものが大体揃ってまいりました。そういう意味で、新君の多分姿を見れば分かると思いますけれども、身長も小学校4年生の時袴を作りました。それが、今なりますとかなり短くなっているということで、成長の証が分かるんじゃないかなというふうに思っております。それではよろしく御前のことをお願いいたします。もう一人忘れておりました。ここにいる匠君、これは中学校の3年生です。3年生が今日は笛をやるそうです。よろしくそれもご声援のことをお願いいたします。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
おおそもそも神世の昔天の岩戸の始めを詳しく尋ねるに須佐の大御事表情はなはだ味気なく故に日の大御神至らせたまいて天の岩戸に閉じこもりましますが故に雨がした常闇の夜となり鴨屋の八百万の神たちこれを大いに憂い悲しみて天の安川ら辺に集い主樹の計りごとなし鴨屋の
その御時重い金の御事をもって思い計らしげ天の家具山の伊予津正垣を猫図として岩戸の前に立て上津枝には伊予津ミス丸の玉をかけ中津枝には八田の鏡をかけ下津枝には正白の和平をかけ湯を立て雅を立ちてそれ雨の小屋根の御事は頼朝とそうすべしまた田津からおの御事は岩戸の前に出しそれ天のうずめの御事は家具山の正垣をかずらとし舌を持ってたすきとし笹の葉を持って手草とし三神楽を舞い玉屋の Thank you.
ち何故かく偉くするやと岩戸の戸を少し普通のませたまえば中津国は再び照り輝き八百万の神たちやれ面白ややれ嬉しいやと支配屋を振り付け参ったもやの Thank you.
したわけではございません。なぜかと言いますと、まだ久能の御事が、まだ乱暴者であったんでは、また、また久能御事様に岩殿の中に入られてしまうというようなこと懸念がございまして、今度はこの思い金の御事の知恵を借りまして、久能の御事を根の国足立国まで追い払ってやるというような場面でございます。本来であれば佐野の御事は、武芸の神様でございまして、一番本当は強い神様なんです。しかし、それ以前に皆さんみんなのやっぱり協力でもって、その根の国足立国まで追い払ってやるというようなことで、はずから王の御事に皆様方の思いを込める、要は神田からを与えまして、佐野の御事を根の国足立国まで追い払ってやる場面をご紹介いたします。Thank you.
美の行情はなはだ味気なく、故に手の国あだつ国まで退き退き、たまえやの。Thank you.
都在東在都在と申すも不面絶ながら、ただいままでいただきましたる御花のお披露を申し上げます。一つ金は3000円なり、右は新町佐々木武雄様より。一つ金は3000円なり、右は神町佐々木文雄様より。一つ金は3000円なり、右は新町大友藤雄様より。一つ金は3000円なり、右は北上市阿部武二様より。一つ金は3000円なり、右は神町酒井和義様より。一つ金は3000円なり、